ビブリオテカイコールイタリアーナ、イタリア語、ビブリオテカイタリアーナは、1816年に、オーストリア帝国支配下のロンバルド・ベネト王国で、刊行されていた文芸や科学、思想などを取り扱う雑誌である。特に文芸では、ロマン主義と古典主義の間で、激しい論争を呼び起こし、イタリア統一運動初期の主要な文化的議論の舞台となった。 代表者であるジュゼッペア・アチェールビ1805年から1814年にかけてナポレオン大制下で成立したイタリア王国の首都となったミラノにはイタリア半島最高の文学的及び知的財産が集積し学術の拠点となった。1814年8月にはフランスの小説家スタンダールが文学的流星を極めるミラノに到着し、またイタリアの詩人シルベオ・ベリコは ミラノにて、悲劇、フランチェスカ・ダ・リミニを出版して、反響を呼んでいた。その他にも、ウーゴ・ホスコロ、トン・マー・ゾ・グロッシ、ヴィンチェンツ・モンティ、ピエトロ・ジョルダーニ、カルロ・ポルタ、ジョビー・タスカルビーニ、ジャン・ドメニコ・ロ・マニョシ氏などの文学者が集結しており、また大成する以前のアレッサンド・ロ・マンゾーピエトロ・ボルシェーリ、ルドビー・コ・ディブレーメ、ピエトロ・ボルシェーリ、 ジョバンニ・ニベルシェなどがミラノで経験を積んでいた。彼らは程度の差はあれど、愛国的な文学を創作し、イタリア文学の発展に寄与している。弾圧の犠牲となったトンマーズ・オグロッシしかしウィーン体制成立後、愛国的文学者が集まるミラノは、オーストリア帝国を構成するロンバルド・ベネト王国の首都となった。ミラノでは、オーストリア帝国からの分離独立キにや イタリア統一機運が高まることが内容権に越や言論統制が実施され、イタリア王国時代の自由で高度な学術性は失われた。1816年には、トンマーズ・オグ・ロッシがイタリア王国の財務大臣を務めたジュゼッペ・プリーナの電気プリネーデをミラノ方言で出版したが、それはオーストリア皇帝の支配に対し否定的であるとして逮捕され、2日間の懲役を 言い渡された。そのような情勢下にいても、オーストリア帝国は過れな弾圧には踏み切らなかった。ミラノは、当時のヨーロッパにおいても、有数の大都市であり、過れな弾圧の結果ひとたび放棄が起これば、オーストリア帝国の脅威となる可能性があった。また、ロンガルド・ベネト王国は、ベネチアといった重要な公安を有していて、公益面で、現地人との対立は、 オーストリア帝国にとってもマイナスであった。そのため、オーストリア帝国は弾圧ではなく緩やかな思想の浸透が目指され、ジュゼッペ・アチェルビを中心として、ビブリオ帝海コールイタリアーナが創刊された。ビブリオ帝海コールイタリアーナ氏を脱退したシルビオペッリコ・オーストリア帝国は、高圧的な検閲などを行う代償として、愛国的性格を持った文学者たちを救護し、 ビブリオテカイコールイタリアーナを創刊させた。イタリア語での執筆が認められた。これは、ドイツ文学など広く外国文学への関心を養うことによって、イタリア文学やイタリアの文学的伝統に対する個室をやめさせて、ひいては反ゲルマン的民族感情を忘れさせる効果が狙われた。イタリア思想の弾圧ではなく、ゲルマン思想の浸透を目的としたものだったのである。 しかしビブリオテイカイコールイタリア,アーナ氏の発刊はかえって裏目に出ることとなった。雑誌内で紹介された外国文学を通じて当時ドイツやフランスなどに広まりつつあったロマン主義の風潮がイタリアに伝えられたのである。ビブリオテイカイコールイタリア,アーナ氏は元来権威主義的な古典主義を重視して言論が展開されていたがこれによりロマン主義と 古典主義とで執筆者の間に論争が生まれた。そして、ロマン主義者の意見はやがてイタリアの愛国的文学や愛国的思想と結びついて、シルビオペ・ペッリコなどがビブリオテーカイコールイタリアーナ氏を脱退。やがて彼は、フェデリーコ・コンファロニエリア、起業家、ルイージ・ポロ・ランベルテンギーの支援を受けて、コンチリア・トーレ氏が創刊して、イタリアにおけるロマン主義の中心となった。 その後も検閲も受けながらも、ビブリオテイカイコールイタリアーナ氏は、文学や科学技術、思想についてを論じる雑誌として存続していた。しかし、ロマン主義者の脱退は、その影響力を大きく損なうことにつながり、1820年代以降は、活発な議論が行われなくなる。1859年には、オーストリア帝国は、 ミラノ市民の親やげる満的思想形成に失敗したとして、ビブリオテイカイコールイタリアーナ氏を廃刊とした。ありがとうございます。